はい、ホンダ V ツインマグナのご紹介ですね。久しぶりにマグナが入荷いたしました。はい、これ、次のオーナーさんいい人見つけます買取の1台でございます。前後タイヤ新品、ほぼほぼ新品でほとんど走ってないんですね。で、なぜ私の元にですねやってきたかと言いますとですね、前のオーナーさんが急な海外出張になってしまったんです。はい、海外出張じゃないな、海外転勤ですね。だから、まあ、あのバイク持っていけたらなと思って調べたらしいんですけども、やはり無理だということで、このバイクはですね、日本でまた違う乗り手を探すということに相なりまして、あのすごい急だったんですよ。多分ねこれ撮ってる今日ですね、今日飛行機乗ってるはずです。で昨日買い取ってきて、で一昨日かその前、数日前に急な要件で申し訳ないんですがということでメール来て、もうびっくりして、僕もあの慌てて予定合わせてお伺いした感じなんですけども、よかったです、ちょうどあの間に合うことができて。いや、本当に前野さん喜んでらっしゃってまして、僕もオーナーさんが喜んでると僕も嬉しいんですけども、もう本当に間に合うかどうか分からなくて、もうなんかお金払って回収業者に出して廃車するかっていうところだったらしいんですよ。まあその何が言いたいかっていうとですね、ホワイトベースのフットワークと私の仕事は早いですよっていうのが言いたいところですね。はい、まあいいや。それで、オプション品がついてますので、ちょっと語らせてください。これ純正キャリアだと思います。でも同じ形をしているだけの社外品もありますので、まあ同じ形していればいいじゃないですか。はい、ということで。で、革がですね、これ、これたるんでますね。前野さん自分でやられたらしいんですけども、これは、うちで、ちゃんとビシッと貼り直しますんで、はい。ビシッと貼り直す過程でですね、変えた方がいいかなと思ったら革変えちゃいますんで、はい。そこは、うちのサカピーがやってくれるそうですね。ね。はい。うん、ちゃんとうなずく動作しました、偉いね。はい、でフロントのスクリーン、これ純正のオプションパーツです。これが新品なんだ、これ見たことないです。これ純正のオプションのフロントスクリーンびったしはまってますね。はい、これ、まあ、スクリーンが欲しい人と欲しくない人っていうのは世代ではっきり分かれるんですよ。僕世代になると欲しい、20代とか10代の子になるとこんなのあったら乗りたくないっていうぐらいのものなんですけども、まあ、簡単に外せますから珍しいです。これね使い出すともう手放せないですよ。はい、自分のバイクにもつけたいなって思っちゃうぐらいこれは便利なんです。はい、であと ETC がついてます。はい、これ素晴らしいですね。はい、であとここに無造作に置かれてるんですけども、サドルバッグですね、振り分け型のサドルバッグ、これも前野さんからいただいたんで、これもそのままお付けいたします。はい、であとリアボックスもあったんですけども、ちょっとね取り付けが無理やりなんで、まあ欲しければどうぞというぐらいなレベルなので今回はここに出してません。はい、あとで、ね、鍵が閉まんないかな、なのでまあ多分ご覧になってもこれちょっといらないかなっていうもんなんですけども、もしよかったらそちらもですね、まあ、納車の際に持っていきますんで、はい、中身に何か入ってるかもしれないですよ。もしかしたら現金入ってるかもしれないよ。そんなことはないです。はい、でサドルバックガードがついております。はい、こちらにもついてますね。はい、これ重要です。これないと擦れちゃうんで。はい、じゃあエンジンかけます。外装状態がですね、まあそこそこなんですけども綺麗な方だと思います。ちょっとしたタンクのへこみ小傷があるんですけども、エンジンの調子がすごくいいのでそこはもう目をつむってくださいね、で言い切っちゃう。いやこれエンジンの音いいですよ、すごい。これは調子いいです。はい、まともな状態です。全然まだまだ走ってくれる。VT の V ツインマグナ、まあ、要するに VT ですね、 V ツインエンジンのマグナっていう意味なんですけども、まあ、VT のエンジンって本当に堅牢ですよね。このエンジンがいっちゃって、そのなんまともに使われて長距離走った挙句、まあ寿命を迎えたっていうのはですね、僕未だに見たことがない。10万キロでもまだ走ってる、で他の部分が不安だから廃車になるっていうような感じですよね。もしくはその他の部分不安でそれを直すと、もう1台変えちゃうぐらいかかるから、まあ廃車しようかな。
あっちこっちガタガタになってもエンジンだけは絶好調っていうですね、そういう個体を多く見かけてきました。はい、で走行距離が 39,230km です。これは実走行の距離だと思われます。ちなみにですよ、はい、これ1995年のバイクなんですよ。1995年というと、今から21年前ですね。で21年前で、まあ、私が37だから1995年だと私が5歳の頃ですね、はい、のオートバイですよ。だからすいません嘘です、はい、なんですけど、何を言うとしたんだっけ、そう、それだけの長期間乗ってたものであれば 3,4 万キロ走ってた当たり前ですよ、ね、あのむしろこれが1万5000キロとか8000キロとか2万キロとかありますよ。そういう個体ももちろんあるんですけども、あのそういうものって乗ってない期間長いわけですね、まあそれ実走行だとしたらちゃんと管理されながら乗っていられた方ものの方が管理されている期間がある、ちゃんと管理をされていたっていう事実そのものがですね、車体状態を良好に保ちます。はい、なのでこれはあの僕はこの距離については全然気にしなくていいと思う。あのまあ一般の方はですね、走行距離で選ぶしかないっていうのもあるんですけども、特にですね、こういう堅牢なオートバイに関しては車体状態の方ですねをなるべくフォーカスしてほしいなというふうに思います。はい、特にですね、なんていうんですかね、ぼったくりで高いバイクというわけではないです。どっちかというとですね、250の中でお買い求めやすいオートバイっていう、そういうふうに見られているものだと思います。なので、そこでですね、またその例えばそのメーター巻き戻しでなっちゃってる車両とかを選んじゃうとまたかかるお金が大きかったりとかします。まあ、じゃあそうじゃない車両を買ったらずっとお金かかんないのかってそんなこともないんですけども、要は距離に惑わされずですね、全体の状態を見てほしいということです。はい、でその中でですね、私が拝見する中で、全然まだまだ普通に走ってくれるいいオートバイだなというふうに思います。はい、ちょっと一周取ってもらえますか。一周取ってもらいながらですね、ちょっと僕ね変な話していこうと思うんですけども、マグナスタイルブックっていう本をですね、はい、があるんですけども、これにですね、マグナを開発した人の話が出てるんですけど、全く同意見で、このバイクは250のクラスのオートバイとして作ったアメリカンである。正直走行性能やエンジン等にとってはなんだ個性がないと、なんか当たり障りがないものになっちゃったと。だからスタイルそのもので追求していきたいっていうのがですね、開発者の話です。だから僕も動画いつも撮るときにエンジンが堅牢だよっていうところ以外は5速だしね、あんまりその走りに対しての話ができないっていうのが正直なところなんですよ。まあゆっくりとことこ、まあスピード出ますよ、ひねりゃそりゃ。ゆっくりとことこ走って気持ちいい高をイメージしたオートバイということで、まあ、高をこうゆったり空を飛んでるでしょっていうところでですね、現れたものなんですね。であとそのメッキパーツが各部にたくさん使われているっていうのがですね、マグナの特徴の一つでもあるんですけども、その中で意外にも開発者がこだわったところってヘッドライトだったらしいんですよ。またがってヘッドライトを見ると大空が映る、青空、今日も抜けるような青い綺麗な気持ちいい空ですけども、空が映る、これですね、まあ、ここを見てください。はい、これですね。はい、これをかなり重要視したらしいですね。やっぱり外装あちこちメッキパーツがあります。メッキは磨き上げると青く光ります。青く光る、その青は空の青ですね。あちこちがこう青く光る自分のオートバイまたがってですね、景色を堪能しながら前を向いても景色、自分のバイクに映り込む景色、はい、それを堪能しながらですね、走ってもらいたい。でこれ95年の本なんで、高速道路の速度制限でオートバイは80キロだったんですか、だからそういう記事がありましたけども、要はその80キロの速度制限の中で十分に楽しめる1台を作ってやろうと、そういうものだったようです。はい、皆さん分かりますか。でこれね、まあ、当時のこういうこのイメージ写真があるじゃないですか。僕いろんなバイクのカタログ見てきてるんですけども、95年当時のバイクのカタログで今でも見てこの写真かっこいいなって思えるっていうのは結構すごいと思うんですよ。知ってます、皆さん、90年代のバイクのカタログがどういうありさまだったか。そりゃあすごい、そりゃあすごい、そりゃあそりゃあすごい。もういや、もう調べてみてください。まあ、まあ世界に名だたるですね、S というメーカーですね、まあ、このこういう
こういうメーカーですね、逆かなんですけど、 あるカタログなんかですね、もう上半身裸の男の人がたくさん出てくるんですよ。こうやってまたがってたりとか、そんな感じですよね。あと、まあいろいろありますけど、ジャズは80年代なのかな、90年代なのかな。ジャズのカタログも、結構恥ずかしいものがありましたよね。でも本当ね、マグナのカタログっての写真ってほら、今でも全然受け入れられるし、かっこいいし。でね、この本見て僕思ったんですけどもね、こういう写真とか、はい、皆さん、僕がこの写真で何が言いたいか、もうすでに分かってる人いたらすごい。その通り、この写真は全てフィルム撮影なんです。だから今の雑誌よりも写真が綺麗。これはね、見た瞬間に思った。今のデジタルの露出の写真よりも昔のこの雑誌の写真の方が色味が綺麗すぎる。ほらこれとかね、今デジカメでこういう風に撮れませんからね。まだこんな風に深いその会長の紫とか青とか出ないです。こういうのとかね、これもそうですけど、昔のこういう写真っていうの、これもいいですね。これ綺麗に撮れてますけども、こういうのみんなリバーサルフィルムっていうのに撮ってるんですね。はい、よくね、銀塩っていう人いるんですけど、銀塩は、ね、ネガフィルムですからね、間違いですよ、銀塩じゃないですよ。フィルムのこと銀塩っていう人いますけど、リバーサル、つまりポジフィルムで撮ってるんです。ポジフィルムで撮って、フィルムカメラで撮るっていうのはどういうことかっていうと、狙った通りに映ったかどうか確認できない世界の中で美しい絵柄を撮る。でしかもこれ、暗いところと明るいところが同時に映ってて、しかも明るいところが白飛びしてない、ちゃんとこう映像のグラデーションが出てるっていうのは、これ、非常にですね、難しい技術を要するんですよ。で今でこそね、ホワイトバランスなんで手元のカメラで変えられますけども、こういうのとかきちんと目で見たように同じような色味で写すっていうのは、ホワイトバランス、自分の狙ったホワイトと景色に合わせて、あとフィルムの特性ですね、フィルムによって出る色が違うんで、それに合わせてフィルター変えてやる必要があるんです、ね、これなんかもそうですけど、ほらしぶきが止まってますよね、流れてない、ここ流れてますけど、割としぶきが止まって見えないとダメだなって。これおしっこしてんじゃないですよ、この人じゃないですよ。この水でホースかけてるんですけど、これもシャッタースピードを調整してですね、やってるんですよ。だから昔の人の写真っていうのは本当にすごいと思う。これなんかめちゃくちゃ綺麗に撮れてますけど、これだとフィルム撮影ですから ね昔の人の写真はね、本当にすごいと思う。あと特筆したのは、モデルの人たちね、はい、写ってますね。なんか昔の日活の若手みたいな感じの方が写ってますけども、間違いなくこの方たちは僕よりもだいぶ年上です、すでに、はい、だいぶ上だと思います、はい、だってこの当時僕16歳だからね。この少年っぽい人たち、多分この子たちも俺たちよりだいぶ年上なんじゃないかな、もうすでに、とかね、そんなことを考えないこうやってめくってるんですけども、びっくりすることにですね、用品が出てます。で用品高い、ジェッペル16,000円、フルフェイス32,000円、高いよね。あんまり昔と値段変わってないんだな。デザイン的になんかちょっとまだバブル引きずってんなっていうのはありますけども、今でも通用するものも何点かありますね。なんか MA1 っぽいですよね。ブーツなんかほとんど変わってないですけど、今とデザインがあんまり変わらないよね。これ釣りのジャケットっぽい、こういうバイクのイラストの T シャツ出してる店とかにはありますよね。あとはモノクロのシーンが続きますけども、はい、こういう感じでですね、バイクのですね、昔のカタログブックみたいなのを、ファクトブックとか今もあるじゃないですか。そういうのをめくっていくとですね、意外とこういろんなものが見えてくるなっていうのを、感じました。はい、どうでしょう皆さん、私の話を聞いてこの車両状態がよく分かっていただけたかと思うんですけども、はい、ホワイトベースの納車に関してなんですけども、納車整備、それからですね、テスト走行、それからナンバー取得、名義変更ですね、そうしたものすべて含んでおります。で、別途になっちゃうんですけども、全国各地納車いたしております。で今冬ですね、なので雪が降っている地域なんか乗れないと思うんですけども、その場合春先まで保管というのもやっておりますので、最初に売買契約いただけた場合はですね、保管費用とか無料になっております。はい、
よいしょ。特にまあこれ非常に僕的には状態まだまだいいなっていうバイクなんで、マグナ欲しくて乗りたいなっていう人、ちょうどですね、冬の時期なんで少し価格を抑えてます、この時期にですね、お買い上げいただければ非常に、幸いかなというふうに思っております、はい、というわけで、マグナ250どうぞよろしくお願い申し上げます。